ます。たい焼きください。たい焼き。たい焼き。何もたい焼きとかこう。あのイベント。あのイベントですよ皆さん。頑張ってるので。テロップ。ね、だってさ、うん。私たちの大好きなフルーツ。え、ね、フルーツ大福だよ。たい焼き。あれ、あ、できた。うん。たい焼きありがとうございます。かわいいね、なんかたい焼きでいっぱい。いただきます。そのためでしょって言われたけど、そんなことないです。今ちょうど空き時間があって。そう、でもせっかくなのね。そうなの。よし、あ、テーブルちょっと。19時じゃないのって。19時からもやるんでしょ。そう、19時からもやるんですけど、なぎちゃんは今は暇な時間。あのー、うん、暇な時間なので。めっちゃいい匂いする。え、これ本当に美味しいの。今度買って。私はなんか、うん、なんか新商品みたいな感じのおすすめっていう、ね、初めて見た。あったあった。これマンゴーわらび餅、ね、めっちゃ美味しい。プルプルしてる。マンゴーの味がするわらび、すごいね。うん、いただきます。ショールームでよくさ食べる。うん、うん、あんまり食べるかも。この間は、うん、辛ラーメン食べた。うん、カップのやつ。うん、なんかインスタント。うん、美味しかった。なぎちゃんも食べるの好きだもんね。ね、よくこの2人は差し入れをね、うん、真っ先に食べるんです。そう、本当に気づいたら横になぎちゃんがいる。で、余ってたら、うん、持って帰るよね、ちゃんと、うん、そう、一人じゃちょっと恥ずかしいから、うん、こうやって七瀬ちゃんを連れて2週目行こうとかってよくやる、うん、うん、美味しい。今日雨だね、雨やだ。うん、うん、すごい、たい焼きね、かわいいね、うん、ふわふわふわ。皆さん、たい焼き待ってます。あんまこういうの言いたくないけど、まあちょっと甘えよう。だってなんかイベントがあとちょっとで終わっちゃうらしいから、うん、明日はね。明日までだっけ。うん、え、無理かな。いや、いけるよ。イベントが明日までなんでね。私今何個ですか。うん、来た来た。うん、たい焼き、たい焼き。ちょっとやだ、かわいそう。みんな飲んで。今何個ですか。うん、ファンの人分かるのかな、何個たい焼き。多分分かると思う。ん、確か確か、なんか2000個だよね。うん、でもあやねちゃんが2日ぐらいで達成したって言ってたから。え、すごくないね。2日ってすごい。どんぐらいやってたんだろうね。1時間とかかな。うん、七瀬ちゃんは427個でした。え、なぎちゃんは。なぎも0個。あ、本当？今日から。うん、うん、え、じゃあ結構長い道のりか。うーん、マジ。うーん、残り1600個だって。七瀬ちゃん。うん、うん、でもいけるんじゃない。え、いけるかな。結構な道のりじゃない。なんか私はセブンイレブンのプリン、あ、違う、マンゴーわらび餅ってやつ食べてます。プリンみたいな、でも、うん、見た目。そうね、もう完食する。うん、待って、私も
スイーツがある。あ、美味しそう、めっちゃ美味しそう。うん、それ買ったことない。こっち？うん、ね、ネギもね、初めて買ったかも。私もわらびを買いました。中にさ、入ってるやつだよね。ほうほう、ごちそうさまでした。うん、お、ありがとう、たい焼き皆さん。後ろのドラム叩くの？後ろのドラムはなんかバンドの練習とかって使うときにやってます、ね、無理だな。え、バンドのメンバーだけの話しちゃう、うん、違う違う。あ、なんかエイトの、エイトでたまにさやるじゃん。あー、エイトルズ。あ、そう、エイトルズはなんかギターとかやったりするけど、すごい。なんか今さ、あやねちゃんとかが入ってるさ、あれあるじゃん。あ、あやねちゃんユニット仰天か。うん、ああ、その人たちが多分使ってる。あ、ね、あやねさんとハルピョンが達成済みですよ。そうなんだ。なんかみんな結構達成してるよね。うん、なんかこれだけ食べたらもっとお腹空いてきた。あとなんか食べよう。お昼食べた？食べてないのまだ、うん、確かにお昼なんかもうさ時間がわけわかんなくてさ、うんうんうん、変なもの買っちゃった。確かにお昼ご飯でも最近毎日お昼ご飯食べる時間なくて結局変な時間に食べてる。え、わかる、ね、5時とかね。うん、なんか最近帰ってきてさ、うん、最近朝が早いじゃん、レッスン、うん、寝ちゃうんだけど2時間で。ああ、え、わかる。でさ、夜寝れなくて。そう、やばくない、ね、やっぱ体疲れてる時は不健康すごく。今チャレンジって項目から無料で10個たい焼きもらえますよ。だって、え、うん、チャレンジ、珍しい組み合わせやね。だってそうかな、まあ、ショールームあんましたことないかもしれない。うん、なんかでもよくさご飯食べに行ったりするよね。うん、まあよくよくよくってか、ね、ピザ食べに行った。ああ、くらい。え、いつ？え、行ったよ。え、そう。2年くらい前。2人で？2人じゃないか、あと1人いた。でもなんか舞台の時ちょっと一緒みたいな。うん、花組。確かに舞台から、うん、結構喋るようになった。え、最近すぎて、ね、いやもうもともと別に喋るけど、なんか2人、うん、ずっと2人っていうのがあるとやっぱね。確かに。お、ついに、うん、わらび餅突入。いきます。これ意外とカロリー低いんだよ、155。低っ。これは157。おお、負けた。え、勝った。2キロ。あんま変わんない。2キロ。あ、たい焼きありがとうございます。たい焼きありがとうございます。お、たい焼きいただきます。美味しそう。たい焼きありがとうございます。うん、うんうんうん、おいしい。うんうんうん、プルンプルンだね。ふわふわプルって感じ。うーん、中に噛んだらキュッて出てくる。うんうん、いいね。わらび餅おいしいよね。
うん、大好き、わらび餅。なんか駅前にさ、よく売ってるじゃん、いろんな駅の。あー、確かに。毎回買おうか迷うくらい好き。うん、買いはしないんだね。うん、なんか食べきれないなと思ってやめちゃう。うちさ、今まで、うん、あのさ、水色の、うん、ケースに入っ、ケースっていうかさ、容器に入ったわらび餅、うん、定番のわらび餅さ、丸いの、うんうん、わかる？うんうん、あれさ、めっちゃ好きだったけどさ、食べたことない。あ、本当？うん、マジ？それじゃなくて、うん、お店の四角い、うん、本当に手作りみたいな感じで食べたら、もうなんかハマりすぎて、うん、それに、うん、やっぱ美味しいよね。うん、やっぱ違う、スーパーで買うのとは違う。うん、スーパーの硬そう、なんか、うん、なんか空港にさ、ストロベリーわらび餅ってあるんだけどさ、やば、めっちゃ美味しい。ストロベリー、そう、いちごのわらび。それはみ、あの、ピンクなの？そう、ピンク。めっちゃ美味しい。美味しそう。でもね、空港にね、今フルーツ大福屋さんがね、新しくできた。そう、やば、さすが空港に詳しいね。そうそうそう、ちょっと救えない、空港なんか全然行かないもん。うん、旅行行かないな、うん、旅行行きたいね。うんうん、あ、たい焼きありがとうございます。たい焼きください、皆さん。ありがとうございます。あ、こちらもありがとうございます。ありがとうございます。おねだりしてるね。ネギちゃん、ツイッターでフルーツ大福欲しい宣言してて笑ったって。ごめん、なんかあからさますぎたかな。ちょっとなんか失礼かなと思ったけど、うん、食べたいよね。うん、食べたい。なかなかさ、自分でさ、うん、買う機会ないじゃん。まあ、買おうと思えば買えるけどさ、うちめっちゃ買う。あ、買う？マジ？フルーツ大福？そう、嘘、よく買いに行っちゃう。近くにあるんだ、そういう作ってる。あ、でもなんか最近まであったんだけど、うん、なくなった。そう、なくなった、だから買う場所がなくなっちゃった、ってことは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 、でも高いからね、フルーツ代が。確かに高級。うん、確かに。まあね、フルーツ大福手に入ったらショールームで食べるもんね。うんうんうん、皆さんと一緒に食べます。皆さんと一緒にっていうか。え、でも1500、ん？ 2000 か、うん、2000って長い道のりじゃない？結構。確かに。そんなことない。うん、え、1人10個だとして、200人200人の人からたい焼きを10個もらうだね。え、結構だね、200人の皆さん。え、でもさ、200人は絶対いるはずだから、うん、確かに。そう、明日までっていうのがね、ちょっと短いね。え、明日までだと思ってなかった。26ぐらいまでだと思ってた、うん、ね。明日のオルガン坂楽しみにしてます。そうだ、私明日オルガン坂あるから、うん、ショールームできない説。初めてやる？初めて。うん、楽しみ。お、ありがとう、いっぱいたい焼き。うん、え、めっちゃ来た、うん、うん、すごい、すごい、ありがとう。ありがとう。
キラッシュ。不安になるね。オッケー、食べた。うん。うん。15分経過したって。15分。意外と早いよ。みんな何か話そうね、何か話そう。え、うーん、なんだろうね。あ、今360個。お、すごいじゃん。え、ありがとうございます。いけるかもしれない。私何個ですか？1000ぐらいいったかな。いってそう、いってそう。私何個か分かりますか？なぎめっこしてくださいだって。ね、めっちゃ恥ずかしかった。ありがとうございます。なぎちゃん結構出てるよね、バチコイ。え、そうだよね、嬉しい。うん、うわー、嬉しい、いっぱい、たい焼き。ありがとうございます。533。え、600いった？え、今なぎ何個って言ったっけ？430とかじゃなかった？え、いけるかな。うん、そろそろみゆちゃんの生誕祭に向かいます。下尾は今日生誕祭なの。うん、うん。何個なの目標？2000個です。2000個のたい焼きが必要です。4分の1達成した。お、すごいね。お願いします。毎日1時間配信してる下尾ちゃんが1700個だね。え、もうちょっとじゃん。毎日1時間すごいね。ね、うん、ハイエイ、ハイ、ハイエイ、ハイエイ、ハイ、ハイ、ん？ハイエイ、ハイエイに時間かかる。ハイエイに時間かかる。あ、ってことは、じゃあもうちょっといってるかな、わかんないけど。確かに、すごい。うん、もらえる無料のでもいいのかな。はい、もちろん、あの無料のやつを10個投げてくださると嬉しい。うん、今回達成してるメンバー少ないって。嘘、結構いるイメージ。うん、7ステ533。うん、やっぱそうなんだ。え、でも605個っていう人もいる。ナナシちゃん、ほんと？すごくない？じゃあ反映されてるのかな、そっちは。ね、すごい。え、アバター持ってる？自分の持ってる。え、どれ？これ？うん、星？黄色いやつ？黄色いやつ。え、すごい。エイトくんがミルフィーユになってんの。え、かわいい。かわいいよね。え、これってさ、うん、どうやってさ、自分でデザインするの、アブタを。そうそうそう。え、すごい。どうやったらもらえる、うん、え、なんかこの時は1年配信、うん、1年連続配信してもらった、うん、そう。だからそういう機会がね、ないと。確かに、ね、作りたいよね。作りたい。うちも作りたい、新しいやつ。なんかみんな可愛いよね、いっぱい。またね、うん、なんかめちゃくちゃあるよね。ね、うん、すごくない？ありがとう。なんかたい焼き食べたくなってきた、普通に。ね、近くにあるもんね。ね、クマタワー。あ、ほんとだ。これすごい、ほんとだ、可愛い。どれだろう。うん、ゾンネアットマークのっぽさん。パフェだ。パフェのクマタワー、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。もうショールームってさ、なんかクマのイメージ。確かに。なんかさ、前さ、うん、こういうイベントみたいなやつで、うん、何個達成したらクマがもらえるみたいな、あったじゃん。あったあった。うちあれ未だにもらってないんだけど。マジ？詐欺は詐欺。詐欺。未だにもらってないんですよ。なんかクリスマスぐらいだったかな。ああ。クリスマスぐらいにそのイベントがあって、なでも。いつでもいいですよみたいな言って、半年ぐらい経っちゃった。もういつでもいいです。あ、ショールームしてたい焼き集めてる人たち、はい、集めてる、はい、たい焼き集めて、あ、来てくれた、何人も集めてる、ね、こんにちは。私も達成しそう。リストが来ました。みんななぎちゃんとななちゃんにたい焼きを恵んでください。めっちゃ優しいやん。ありがとう。みんなゲスト、ゲスト、結構たまった今。あの、なんすちゃん結構600とかで、おありがとう。お、みんないっぱい、おー嬉しい。煽っちゃった。ランディももうちょっとでしょ、うん、300個ぐらい。でもね、千引き屋のね、うん、大福はみんな食べたいよね。食べたいよ。食べたことない、そこのやつね。ティラもないから、美味しいよ。みんな食べたいね。めっちゃいい匂いする、リラちゃんから。そう、ね、なんか何匂いだろう。え、ご飯の匂い。チャーハン食べた。それだそれだ。あ、すごいすごい、あ、はい、バイバイ。すごいすごい、ちょっとなんか罪悪感。確かに。リラちゃん1376個、やば、もうちょっとやん、もうちょっと、あと600ちょいくらい。お、やばいね。今日やるの？やる。何時から？今日は8時くらいから。8時からやるそうですよ。何が？でもゼロから始めてるでしょ、今日から。すごいよね。すごくない？すごくない？でもそんな、でもなんかさっき向こうでさ、なぎちゃんもう400行ったらしいよみたいなさ、うん、実況する誰かが言ってて、マジ遊びに行ってこうっつって今。でも何中、みんな休憩してる？みんなご飯食べてたよ。ご飯タイムだ。1回目2回目みすごい。でも今日1000行って明日1000行ったらいけそうじゃない？え、本当に明日まで？明日まで、明日まで。ね、そう、そんな短かったっけっていう、うん、1週間ね、もともと1週間だったけど、うん、なんか短くなっちゃって、え、明日までになった。そう、そんな、待って、1日で1000ってきつくない？きついね。ついよ。だからもう無料のやつめっちゃいっぱい投げてもらうか。でもなんかみんな結構もう投げ切ったみたいな人もいるんだ。そうだよね。回復しないんだね。23時59分まで。でもここまでみんなが頑張ってくれたからちょっとね。それは無駄にしたらなんかすごくおもろい。申し訳ないけど明日できるかな。でもすごい増えてそう、また、ね、820って早くない？誰？なぎちゃん。そうそう、そんな言ってない。すごくない？多分今600とかじゃない？先が400なら。そんな、うん、500。はやねちゃん3日で達成だったよ。え？すごいね。3時間で達成？え？ 3 時間？すげえ。3時間？3日、計3時間。そういうことか。すげえ。やなせ844だって。おー、すごいすごいすごい。120って、すごいじゃん。今日1000いけるかもしれない。1日で達成できるかも。すごいじゃん。もうすぐ1000。嬉しい。いけるよこれ。でもさ、この定義めっちゃリアルじゃない？なんか、うん、だからさ、食べたくなってきたの。食べたくなるよね。食べたい。パカって割れるよね。そう、かわいい。
めっちゃ来てる。もうすごい、ありがとう。絶対もうショールームで食べるから。パーティーしようね、みんな。パーティーしよう。フルーツ大福。フルーツ大福でもね、うん、食べたい、すごく。ね、本当に食べたい、大好き。うん、大好き、うん。この前ね、差し入れであったよね、フルーツ大福。あった。ね。あった。ね。キウイ食べたのに。あ、なんせもキウイ。あ、一緒に取りに行ったよね。うん、そうだ、そうだ。すごい、なんか見てるだけでたい焼きいっぱい来るから楽しいんだけども。え、すごい、めっちゃ。お、嬉しい。フルーツ大福、フルーツ大福。フルーツ大福。大福、うん、今日あと3時間配信できれば達成できるよ。今日3時間はちょっとね。3時間でも次更新されたらさ、2人とも1000いってそうじゃない、うん、なんかそんな感じがする。うん、大丈夫かな。大丈夫かな。なんかさ、ここ防音室だけどさ、うん、意外と声漏れるよね。うん、すごい漏れちゃう。前ここの部屋でさ、めちゃくちゃさ、うん、カラオケ熱唱してたの、うん、で外出た瞬間めっちゃシーンって感じで、みんながなんかパソコンいじってて、うん、絶対聞こえてたのなって、めっちゃ恥ずかしくなった。ありがとうございます。え、1000いったんじゃない。1057、すごいじゃん。やったやばいよ、やった。それすごいって。あと100人が10個ずつ投げる。お、100人が10個。うん、確かに、なんでこの企画気づいたの。さっきなんか話してた、そう話してて、うん、明日までだよってなって、うん、あ、やんなきゃってなっちゃった。そう、なぜもツイッターでおねだりしようだって。あ、書いてない、書いてない、何も書いてない。書いちゃった、書いた。たい焼きをってやっちゃった。すいません。あ、なぜも1000いったわ。あ、すごいすごい、73個。やった、すごいじゃん、2人とも。やった、やった、嬉しい。たい焼きを見守る話、嬉しい。こんなに早く。確かに、もうだって折り返し地点超えてるから、2人とも。お、じゃあもらえるかな。え、これってさ、1日、うん、今日さ10個無料のやつ投げちゃったとするじゃん、うん、したら明日も投げられるの。いや、なんかたい焼き買ったら、うんうん、おまけでついてくるみたいな感じだけ ど、ね、多分1日1日で追加はされないと思う、うん、1人10個が多分、ね、限度だと思う、うん。よし、レッスン頑張れるわ、これは。フルーツ大福食べれたらね、レッスン頑張れるね。でもこのイベントさ、参加してる人そんな、え、まあいるか。どんくらいいるんだろうね、うん、達成してる人。確かにね、もっと早く気づけばよかった。確かに。え、ってことは合計5日間とか。うん、水曜日からだから5日くらい、意外と期間がないっていう、ね。たい焼き付きのゴールドあるみたいよ。たい焼き付きのゴールド。ね、このさ、袋に入ってるのとさ、この裸のやつ、何？袋に入ってるのが、うん、多分普通にお金かかるたい焼きで。え？今すごい袋で、え、すごい。え、そうそう、それが多分課金のやつで。ありがとうございます。で、むき出しのやつが無料でもらえるやつだと思う。そういうこと。ありがとう、ありがとう。達成は罪悪感すごい。待って、すいません、大すいません。少ないね、でも達成者14人しかいないって。そうなんだ。
ゃあそろそろお邪魔しました、うん、ありがとうね、来てくれて。バイ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 、みんなまたね。今何時か分かったりする？今何時だろう、分かんない、分かんないよ、携帯持ってない。みんなに聞こう、今何時ですか？何時ですか？14時51分。あ、何時って言った？14時51分だって。お、うちら何時からやってた？でも30分ぐらいやってるかな、うん、やってるか。うん、酔っちゃうよ。ありがとう、みんなね、本当にありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。これ椅子なのか。そう、椅子の上に乗っけてます。これも椅子です。こっちは回らない椅子ね。ありがとう。うん、美味しかったな、うん、これもう一回食べたい。もう一回買おう。すごいね、なんかマンゴーも入ってたよね。わらびだけじゃなくて、マンゴーわらび餅の、マンゴーわらびもっちり、もっちりマンゴーわらびじゃなくて、あ右から左です。もっちりマンゴーわらびでした。やばい、逆読んでた。こっちから読むんですね。そうですね、難しいですね、日本語は。もっちりマンゴーわらびだ。確かに昔の人は逆から読んでたから、うん、そう、うちも昔の人だからさ、ひなちゃん読んじゃうのよ、こういうの。やばい、でもなんかさ、縦書き珍しくない、うん、確かに。なんでこっちは横なのにさ。あー、難しい。恥ずかしい。面白い。マギちゃんに注意された。恥ずかしい。なんかめっちゃ聞こえるね、なんか曲をやってます、うんうん、でもなんかどんどん漢字が読めなくなってってる。え、なんで？なんか読めないっていうか書けなくなって、うん、あー、まあ確かに。でも最近ほんと書く機会ないもんね。そう、なんか手紙とかさ、手書きじゃなくて一回なんかメールで打っちゃうじゃん、うん、だからね、やばいなって。そうね、時代がね、時代が、うん、ってことはさ、本当になんか文字書かなくていい時代になりそうじゃない？知らないかな。怖い。いや、でもありえるよね、なんか今の小学生とかさ、うん、iPad 導入してなんかやるらしい、うんうん、ね、すごいやばい、うん、なんせ1234個、なぎ1119。すごいすごい。お、2人に5個ずつ投げてきたらって、うん、ありがとう、ありがとうございます、本当に。楽しみになってきた、うん、ね。でもさ、携帯なかったらさ、うん、どうする、ね、昔何もできない。携帯なかったってやばくない？確かに。てかさ、めっちゃ思ったのがさ、自粛中あったじゃん、うん、なんかこうやってインターネットとかさ、うん、がまだ全然流行ってない時代だったらさ、うん、ショールームとかもできないし、配信もできないし、リモートもできなかったからさ、え、怖くない？ね、何も、何してたんだろうと思って。遮断だよ。今なんてもうさ、携帯やったらさ、うん、なんか映画もさ、無限に見れるじゃん。確かに。でもね、昔ってさ、何を楽しみに生きてたっけって感じじゃない？まあでも昔は昔でさ、楽しそうなこともあるけどさ、ね、そう、何してたっけって。うん、確かに。昔友達と遊ぶとき何してた？小学校のとき。なんか家からお菓子を持ち寄って、うんうんうん、公園でなんかピクニックみたいなことして、うん、あ、でもうちもそうだ。そんな感じ。遊んでた。友達のうちでなんかポケモンの指人形みたいなのがあって、うんうん、それ持ってた。それでなんかこうやってごっこみたいなしてた、うん、交換するんだよね、たまにね。そう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 、そうそうそう。なんかね、お兄ちゃんの
お兄ちゃんがめっちゃ集めてたのそれを、うんうん、でナギがもらったのお兄ちゃんの指人形全部、うんうん、それでそれを好き勝手になんか交換して賞を怒られた、うん、マジ、うん、確かにそうなんか珍しいのがあったらしくてなんか恋キングの進化版みたいなさ、ギャラドスギャラドスっていうなんか竜みたいなやつ、うん、あれのなんかフィギュアを交換しちゃったの、うん、それ大事だったんだそうめっちゃ怒られた喧嘩とか した喧嘩はねしたけど、うん、でもなんだかんだでお兄ちゃんって優しくない、うん、優しいよね本当お兄ちゃんがいてよかったって感じそれねでもめっちゃムカついた時は仕返しとして、うんうんなんか学校に通ってるからさ、なんか時間割の表があんじゃん、うんうん、あれを隠した怖隠して、うん、困ってたお兄ちゃんがめっちゃ困ってるってでもね、さすがにかわいそうだなと思って、うん、あるじゃんみたいな出したそれさ、お母さんとか見ててさ、気づいてたかなね、気づいたかなそさ気づいてそう、なんかねもう黙ってくれてたなら、うん、ありがたいですけど確かに怖いね、うち怖いわいや、そんなもんだよ、妹ってなんかそういうのあるムカついてみたいな、なんだろうでも、自分、うん、ナウシが買ってきたお菓子とかがいつの間にか食べられてて、うん、で、なんか倍の数買わせたりおー買ってきて、絶対とか言ってでも可愛い、それでもちゃんと買ってきてくれる、うん、優しいなんかナンセちゃんのお兄ちゃんはめっちゃ面白いって聞く。なん面白い、芸人みたいなんかそう面白い本当に面白い。で身内ネタが多いからさ、ああそう説明しづらいんだよね。なるほどね。こう出すわけにもいかないじゃんお兄ちゃんって、うん、お姉ちゃんとかだったらなんかさ、うん、出せるけどさ確かにお兄ちゃんってね、そうだね、ちょっと出しづらいので想像しといてください。似てる顔。いや似てない似てない似てるよね、なぎちゃん似てるめっちゃ似てる似てないんだ本当に似てる、なぎちゃんとこうーん全然、なんか3人いるの、兄弟でもすごいそうお兄ちゃん2人いて七瀬なんだけどそうみんな似てないのうーんで、パパとかママにも似てないえなんかそうなんだいやなんか、そのパーツごとに似てるとこはあるんだけど本当になんか、顔が似てるねっていう感じではない。そうなの。そう。だからみんななんかこういろんなところがみんなに似てる感じ。逆に何せおばあちゃんに似てるし顔が。ああ。そうすごいね。面白い。そうなんですよ。うん。でもさお兄ちゃんが二人いて妹だったら可愛いだろうね。絶対可愛いと思う。でも。年が離れてたしね、うん、あ喧嘩とかはあんましなかったか結構昔からお年玉くれてたしえお兄ちゃん、うん、から、うん、えそう優しい小学生ぐらい中学生ぐらいの時からもらってたかな、うん、そう2人からお年玉もらってた超優しい優しいいつ返そう、うん、返さなくていいかお年玉はそうだ年下だからそうだねうん。じゃあ自分がお兄ちゃんの子供とかにいっぱいこうあそうだね確かにもうあげる側だわうんあまだいっぱい来てるありがとうございます本当に本当にありがとうございますありがとうございます嬉しい嬉しいなあ説ない行く説あるあるよ多分え、私は何個ですか多分、なぎちゃんもそんくらいじゃないもんそうかな500とかえ、そしたら1時間で行ったってこと1時間行ってないよ、まだそっかあ、そうだね、これで行けばねすごいねすごいうんでも、うちらもね、もうあとちょっとだからね、配信ね、そうなんですよねね、40分ぐらい配信してるってえ、めっちゃ配信してる ね意外とじゃあ終わる終わる
どうしよう、でももうちょっとうちはできるかもしれない。15時20分だっけ、話しちゃって30か、うん、30までできる。あね、うちは20分からだ。あ、でも10分しか変わんない。え、うちは20分から。あれ、あ、うん、え、そんな小刻みだったっけ。うん、え、違う、あれ、あれちょっと待って、ちょっと聞いてきていい。うん、ありがとう、逆にありがとうございます。皆さん、初めましてじゃない、なぎちゃんが今聞きに行ってくれたので。でもどっちみちだと15分か20分ぐらいはできると思います。ね、意外とバタバタしてるので最近はね。コンサート終わったかなと思ったら、どんどんね新しいレッスンとかが入ってきて、まあみんなと一緒にいられるんで楽しいんですけど、ずっと最近も一緒にみんなといるから、ありがとう、ありがとう。なんせいつもバチコ見て嬉しい、嬉しい。なぎちゃんもバチコ来てくれました。この前バチコ収録したんですけど、それはやばいんですよ。なぎちゃん来てくれた、知ってるっけそれ。みんな、なぎちゃん来てくれて、ちょっとね、私すごいことをさせました、なぎちゃんに。すごいこと、めちゃくちゃいいことですけど、可愛いなぎちゃんが見られると思います。あ、おかえりなさい、ね、からだ。あ、ほんと？じゃできる、できるね。よし、行きます。伝説になるかな、うちら。確かにこの1回の配信で達成した勇者たち。いや、もうこれはファンの皆さんのおかげだからね、本当にね。みんなのおかげ、はい、本当に。あ、すごい、大雪が、大雪、あ、こっちもありがとう、大雪。あと249個。え、もういけるじゃん、すごい。待って、ナナセも頑張る。え、ナナセも同じぐらいじゃない？ナナセちょっと多いかも、もうちょっと。お、頑張る。ここまで来たからには。じゃあなんかみんなにさ、喜んでもらえるようなんかしよう。うん、え、ないっすよ。ないっすよか。カラオケしていいんだっけ、これ。いや、ダメ。これね。これだったらいいけど、でもないじゃん、今。あ、そっか。あ、確かに。どうしよう、カラオケしたかったね。確かにね。どうしよう、どうしよう。あー、みんなありがとう。なんか踊る？いいよ。何にするじゃん。え、何があったかな。何があったっけ。何が踊れるっけ。なんだっけ、うちら。でも一緒に2人でユニットやったことないか。うん、ないね。あ、後ろから。あ、いいよいいよ。やろ、ちょっと起こそう、一回ちょっと整理しよう。しよからゆっくりと、こっちも、こっち、はい、あ、こっち、あ、ゆっくりと、せーの、足を中で、こっちに立てて、ピピピピピ、左からだった、チャ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 、やばい、待って、左、左、あ、ずっと左か、次のつ、せーの、気をつけて、月を見せちゃ負け、ウォーウォー、無視しよう、話しかけてくるまでは絶対足しかつない、振り向かない、そいつはねえねえ。ここはね、難しい、むずいね。せーの、後ろからゆっくりと、接近中、ピピピピや、気をつけて、隙を見せちまけ、もう無視しよう、話
けて車では絶対振り向かない、釣りくらん、オッケーオッケー、よし2000個行ったら披露します。2000個行ったら披露します。この間ね、ひーちゃんと一緒に踊ってたね。そうなの、そう、本家に教えてもらったの。すごいよ、それはすごいことだよ。嬉しい、夢が叶いました。私もアイズワン、アイズワン、アイズワン、あ、ごめんなさいすぎる、ね、ちょっと待っててください。ありがとう、みんな、マイカさん、え、もしかして使うのさ、え、本当に使わないらしい。本当？申し訳ないね、大丈夫かな、ダンスの先生です。めっちゃ可愛い。可愛いね、紹介したい。本当にね。でもあのともちんさんの、そう、 YouTube に出てるんですよ。めっちゃ可愛い、本当に可愛い、うん、こういうカチューシャ着て可愛い、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。後でいいよ、うん、言った言ってない、後でいいよ。本当可愛い、本当に可愛いから。なんかさ、アンジェリーナ・ジョリーじゃない？あー、でもわかるかも、ね、めっちゃ可愛いですよ、本当に。マジで可愛い、はい、見てみてください、本当可愛い。ともちんさんのと、なんかディズニーランドに行った YouTube ね。そう、かわいい、かわいいんですよ。ダンスの先生ってなんかみんなかわいいね、思ったけど、いつもね、お世話になってる先生、ね、本当に、あの初期から、そう、結成当初から、そう、だってほとんどじゃない、47もそうだし、うん、あのルートとかもそうだし、振り付け全部作ってるよね、うん、怪我シーンとか、怪我シーンとかも全部そう先生が作ってくれて、ほんと、たまご、ありがとう、みんな、たい焼き、たい焼き、2000個達成したら踊ります。あ、待って、ね、これ、なんて読むかわかる。え、一応また待って、これはですね、わかりません、わかんないよね。あ、でも、タワーありがとうございます。韓国の方ですよね。カムサムニダー、カムサムニダー、何があるかな。アニョハセヨ、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 マニマニ、マニマニサラーヘヨ、ノムノムサラーヘヨ、ノムノム、ノムノムじゃない、マニマニ、ノムノム、どっち、どっちだっけ、ノムノム、ノムノム、マニマニ。なぎちゃんの YouTube にあげてよ、だって先生、いや、え、ちょっと待ってね、緊張しちゃうの、先生と喋ると本当に。そう、いい匂いするし、もうね、理想の女性って感じ。シンチュイムさん、シンチュイムさん、ありがとうございます。ありがとう、みんな、うん、え、達成、え、待って、達成したかも、え、嘘でしょ、待って、本当に、あ、まだだったわ、あ、びっくりした。え、私だと何個だろう、結構多そう。でも、お、いや、1560、あ、でもすごいよ、ここまで、え、それな、うん、すごいよ、え、すごすぎ、いや、ここで達成したらマジですごい、ファンの人ってすごいね。すごい、え、待って、今何時だろう、行けるかな。でもさっきまだ15時になってなかった。あ、本当、うん、さっきっていつ、それ、あ、待って、出た時あ、なってたか、でも10分とかだった。本当、うん、チェリオとエンジェルなぎおしさん、ありがとうございます。タワーありがとうございます。あ、15時10分だって。10分、うん、ありがとう、大焼き、あ、チェリオとエンジェルなぎおしさん、タワーありがとうございます、ありがとうございます。うん、ありがとう。達成するんじゃない、したんじゃない、え、できるかな、できるよ、絶対。お、すごいって。よし、全力でビビは踊ります、うん、私も踊ります、はい、
後ろから、後ろから、あそこもうめっちゃひーちゃん可愛い、ひーちゃん一番可愛い、ね、あそこそれな一番いいとこじゃない、しかもえ、わかる、ね、後ろから可愛い、可愛い、可愛いんですよ。あ、これタワー、ありがとうみんな、これタワー、これタワーだよね、あ、来たよタワー、いや、あ、そう、これはタワーか、え、ありがとうございます、マッカーシーとマーク、ナナシフルーツ大福頑張りさん、ありがとう、エンジェル、チェリオタ、エンジェルなぎよしさん、ありがとうございます。チオリオタ、そうなの、チオリさんのファン、そう、そうだね、ありがとうございます、ありがとうございます、マッカーシーさん、ありがとう、ありがとう、応援してくれてる、お、待って、達成したかもなぎ、マジ達成した、え、達成しました、え、本当にすごい、したよ、え、本当にやった、待って、待って、置いてかないでよ、ありがとうございます、本当に本当にありがとうございます、いける、いける、めっちゃ急、本当にありがとうございます、いける、チエリオとエンジェルなぎおしさん、タワー2本ありがとうございます、ありがとうございます、本当に、あ、でも740だって言います、1740、え、いける、これはちょっと頑張るありがとう、すごいね、伝説、伝説だ、伝説だ、だ、ありがとう、うん、ありがとうございます、名前呼んでないけど、でもこんな見てくれる人の名前、うん、私ちゃんと見てるから、あ、本当に感謝の気持ちでいっぱいね、そう、見えるもんね、見える、今ね全開にしてるから、あと260個だって、お、え、もうちょっとだよ、いける、お、お、お、いけるかな、ね、ありがとう、なんかすごい勢いでめっちゃ来た、ありがとう、なぎ軍が七瀬に来てるだって、なぎ軍、なぎ軍、なぎ軍最高、みんなありがとうございます、覚えてるけど、うん、だと絶対もう楽しみになってきた、大福ね、え、食べようね、大福のことで頭がいっぱい、楽しみ、これ、え、うちもう行ったかな、え、もう達成できた、なんか今めっちゃ来たから、うん、なんかさ、でもどうだろう、まだか更新されるのにちょっと時間がかかるよね、そういうこと、うん、チェリオとエンジェルなぎおしさん、タワー2本ありがとうございます、でもありがとうございます、チェリってあれだ、0048のキャラクターらしい、うーん、そう、ありがとうね、でもなんか絶対達成してそう、うん、した気がする、たい焼き、うちもたい焼き、一緒だった、コメントが、本当だ、うん、これもう行ったんじゃん、うん、絶対行ってると思う、どうやって見るんだろう、これ自分で見れないよね、ね、テロップ変更したら、確かに、ありがとうございます、じゃあ一回テロップ、8で達成したのはあやねちゃんとはるぴょんとなぎちゃんとナナセ、うん、ナナセはまあ予定だけど、うん、4人だけってことは、でもすごいね、え、達成した、あー、おめでとう、わかんない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 、どうですか、できた、新しい、ほんと、ほんとに、みんなちょっと一旦投げないでください、今、あ、達成しました、あー、やったー、フルーツ大福、ありがとう、みんな本当に大好き、ありがとう、ごめんね、こんなおねだりしちゃって本当に、ね、本当にすいませんでした、ごめんなさいなんですけども、じゃあね、ありがとう、ありがとう配信に変更です、はい、なんかちょっといいな、ちょっとありがとうね、みんな本当にありがとうございます、急にさ、土曜日か今日ね、見えるかな、全身が
確かにちょっと引きでよし、え見える見えない、あ、え、なんかさ、え縦になった、え、なんで、え、怖い、なんで縦になった、待って、バグってる、ちょっと待って、え、ちょっと待ってえ待って、なんでなんで、怖い、今いきなり変わったよ、怖いんだけどオッケー、ありがとう、皆さん調子は大丈夫ですか、今からなぎちゃんとビューエーを飲みます、よし、顔が見えないですね、 あでもいけるかも、その辺に立てば、ちょっとじゃあこうすれば、あ、そうだねよし、え、なんで見える、見てる、身長がこっち高い方がいいか、じゃあそれでは聞いてください、なぎならせでビビベアビビベアビビベア、それでは聞いてください、なぎならせでビビベア、後ろからゆっくりと接近中、ビビビベア気をつけて、隙を見せちまけ、ワンワンを無視しよう、話しかけて車では絶対振り向かない、スリートゥーワン、イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます、できてた、ありがとう、みんな、よし、すごい達成できちゃった、楽しみ増えた、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に本当にありがとう、ちょっとマスクしよう、うん、じゃあ壇上を読んで、はい、終わる、とりあえず時間かな、うん、じゃあ読みます、13位は YSA73 とマークなぎならせさん、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあこっちの13位はけんちゃんアットマークなぎちゃんに、報告生写真のが当たりました、おめでとう、ありがとうございます、12位は吉野アットマーク73、ありがとうございます、ありがとうございます、こちらは12位はゾンネアットマークのっぽさん、ありがとうございます、11位は、これ何、これなんて読むの、黒、え、黒翔さん、かっこ弱い人、弱い人さん、ありがとうございま す, いまーす、ゆうたアットマーク茨城のなぎなぎ中2人とも達成おめでとう、 ありがとうございます、10位はごっちゃんアットマークの忍者なぎなのせ2人とも達成おめでたいさん、ありがとうございま す, います、待って、同じ人が10位は黒光さん、弱い人さん、ありがとうございま す, ありがとうございます、すごい両方、何位まで読んだっけ、9位か、次、あ、うん、9位、9位はゆうさん、ありがとうございま す, います、9位はちゃうちゃうさん、ありがとうございま す, います、8位はスイカの種頭くたい焼き7レンジャーレッスン頑張ってねさん、ありがとうございま す, います、8位は本兵衛さん、ありがとうございま す, ありがとうございます、7位は佐藤たか頭く7レンジャーさん、ありがとうございま す, ありがとうございます、7位はトカチンさん、ありがとうございます、6位は鉄の名声一生推し、うん、DD かもなぎちゃんも大好きだよ、頭くなれんじゃん、ありがとうございます、6位はメロンメロンさん、ありがとうございま す, います、5位はイッサ頭く7レンジャーさん、ありがとうございます、ありがとうございます、5位はカンタ頭くカンカンさん、ありがとうございま す, います4位はパンダ頭く7レンジャーさん、ありがとうございま す, います、4位はススマ頭くなぎさハートなぎなぎちゅうさん、ありがとうございます、3位はタッチ頭く8の日が待ち遠しい7レンジャーさん、ありがとうございま す,、うん、います、3位はあ、しんちゅうさんだったっけ、しんちゅうさん、あ、間違ってた、ごめんなさい、ありがとうございます、2位はマッカーシーアットマーク、2人ともフルーツ大福おめでとうアットマーク、ん、違う、おめでとうさん、ありがとうございま す, います2位は永井さん、ありがとうございま す, います1位は鍋公式レッスン頑張ってねアットマークなぎさん、ありがとうございま す, います1位はチエリオタエンジェルなぎよしさん、ありがとうございま す, とい
ということで皆さん本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。レッスン頑張ってきます。頑張ります。本当にありがとう。またね。ありがとうございました。またね。さよなら。じゃあ私は19時にお会いしましょう。バイバーイ。またね。バイバーイ。